今回紹介するのは「さらばカリスマセブンアイ」「鈴木王国の終焉」という本ですカリスマとまで言われた鈴木敏文このセブンアイホールディングスの人事構想が描かれる鈴木会長は息子に継がせたいなどと考えたことはないと言っているらしいが息子それほどの切れ者ではないらしいを取締役に抜擢した時点で 周囲は離れていく。これは企業の代償に関係ない。もっとも後継者がすご腕なら別だが不満分子がここぞとばかり攻めてくる口実を与えるようなものだ。鈴木会長が息子の地位を確実にするために伊坂社長を切ろうとしていると伊藤創業家などに吹き込んだ輩がいる。で 創業家への扱いに不満を持っていた創業家の連中が社外取締役の某と結託して鈴木会長を追い出した。というストーリーが見えるなかなかよく取材されており最近相次いで出た鈴木会長本の中ではまずまずいい事業承継を考える人は読んでおいていいだろうとはいえ全体を通して鈴木会長は ひどい男だとも思えないありがちな人事構想もセブンアイだからここまで目立つのだろうか以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。